スチュディオダルチザンはデニムの聖地とされる岡山県倉敷市小島発の老舗アメリカンカジュアルウェアブランド。1979年創業。ブランド名のスタジオディアルチザンとは職人工房という意味。豚のキャラクターとレプリカジーンズの先駆者として知られる。1980年代初頭日本のジーンズマーケットは ケミカルウォッシュなどの加工を施したジーンズが主流となっていった。そんな時代にもかかわらず、本来カセぞめのセルビッチデニム、内ちきリベット、バックシンチ等、ヴィンテージジーンズと言われるスタイルで勝負し続けてきたブランド。SDD01 は1986年のデビュー以来、スチュディオダルチザンが守り続けた普遍のモデルである。また、 シンボルキャラクターの豚がプリントされたパロディモノの,の衣類も制作している。ジーンズのパッチにも刻印されており、スチュニオダルチザンのトレードマークともされる2匹の豚がジーンズを引っ張っているデザインについて、2009年30周年記念 T シャツ企画にて2匹の豚のキャラクターの名前を募集したところ、クリッパーとインディーという名前に決定した。目が印でパンツに ボタンが二つついている方がクリッパーである。クリッパーの好物はナッツ、インディの好物はコーンという設定までされている。ありがとうございます。